リアル。こんにちは、リアルタイムニュースです。東京電力は19日、福島第一原子力発電所5号機の貯蔵プールで水を循環させる機能が復活したと発表しました。電源復旧作業に取り組み、早期の電気供給で原子炉冷却のペースアップを目指します。2台目のディーゼルエンジンが起動し、電力を供給できるようになりました。リアル。東京消防庁は19日午後、福島第一原発3号機に向け、特殊消防車を使って放水を始めました。連続7時間の作業になるため、途中から放水車を無人運用し、隊員らは退避させます。導入されたのは、高所から水を放出できる屈折放水筒車など計5台です。次回の更新をお待ちください。